クラウド。あ、はい。やっぱり医療クラウドっていうことに非常に興味がありまして、やっぱし、サーバーっていうのは7年ごとに更新してくるんですよね、パックスがね。で、自分のところでやっぱサーバーを持つと、やっぱり非常に高額だし、そのサーバーをメンテナンスする人も、必要です。しかしながらクラウドが、そのサーバーごとクラウドになってしまえば、常に最新の ハードウェアを使える。で、医療画像も非常にセキュリティの高いところで担保される。で、医療画像も、いろんな地域に分散されるということで、まあ、災害にも多分強くなるだろうということで、今後医療画像のクラウド化が進むであろうというふうに感じます。ただ今はストレージですね、ストレージ要するに倉庫だけという印象を持ってますけれども、そうではなくてオンデマンドにその画像が今のパックスみたいな感じですぐに引かれると。それにはちょっと詳しく聞いてきたんですけど、まだインフラがダメだということで、そのインフラが本当に韓国みたいに整備されてくると本当にいいんじゃないかと。で、それは医療クラウドになることによってますます地域医療連携が進むんだというのがまた個人の考えで、例えば A の病院で、撮影してきて、で B の病院でっていうのは見られないというのはおかしいな。クラウドであれば、もっともっとその国側が積極的に管理していれば、患者さんはその1枚の写真で、いろんな病院を、まあ、渡れるんだということにおいても、クラウドっていうのは一つの、ツールっていうか、もう絶対的に向かっていく方向だというふうに感じます。ですから、まあ、横川電機とか GE とか、やってますけれども、もっともっともっとクラウドが進んでいけば、その医療費の削減ということにも向かっていくんだなと。ではないか。で、必ずそっちの方に向かっていく方向にあるのか。それはすぐにやっぱしツールとして使える、パックスのようにすぐ使えるっていうようにならないと、なかなかそれは広がらないだろうなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。